毎度フローターパイロットのヒロボーです。今回は合体編です。それでは皆さんよろしくお願いします。こちらの2つとこういったジョイント部分は以前動画にアップしているので、説明欄の方に URL を貼っておきたいと思います。こんな感じでジョイント部分やリップ、尻尾がつきました。こんな感じですね。そしてこちらの方はジョイントなしの分なんですけども、トレブルフックを3つつけたいと思ってます。それではこちら羽物のタイプに実際に羽をつけていきたいと思います。こちらの以前作ったファイルを切り取ったものですね。そしてここのマジックで点が打ってある部分に、ここの羽のネジの部分ですね、こちらの方に穴を開けたいと思います。こんな感じで、よいしょ、穴が開きました。そしてピンバイスの 1mm で下穴を開けます。そしてネジは何でもいいんですけども、家に転がっていたので日本の部品屋さんの丸タッピングネジ 1.6×8 を使いたいと思います。一箇所ネジ止めができたので、こちらとこちらの方にも垂直に穴を開けます。こんな感じで3箇所下穴が開きました。それでは羽を組み立てます。まずはこんな感じですね。そしてこのままだとダメなので、日本の部品屋さんのヒートン 1.6×19mm クローズドタイプ、こちらを使います。こんな感じでどんどんねじ込んでいきます。こんな感じで止まりました。果たしてうまいこと動いてくれるんでしょうか。ちょっと不安ですね。それでは反対の方も同じようにつけていきます。なんとなくこんな感じでつきました。パチ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 。そして羽の角度とかは現地ですね、スイミングテストの時にいろいろ試してみたいと思います。それでは引き続きこちらの方にも羽をつけます。こんな感じで2匹とも羽がつきました。それでは次にフックをつけてみたいと思います。今回はスプリットリングの3番、こちらをつけてから、このスティンガーの5番のトレブルフックをつけたいと思ってます。そしてこちらのリップ付きのジョイントなしの分のここのフックですね、ここのフックにはオーロラレッツさんのストレートタイプ V ホワイト ST を巻いたものをつけたいと思います。そしてこちらの羽物のタイプ、こちらの3つにはシリコンラバーレイヤーズさんのこの黄色と黒のシリコンラバーを巻いたフックをつけてみたいと思います。そしてこの子には3つトレブルフックにシリコンラバーレイヤーズのこちらのキラキラしたシリコンラバーをつけてみたいと思います。それではこちらの3タイプから水中姿勢を見てみたいと思います。それではダバーン。いい感じですね。それではあゆくんも行ってきて、ダバーン。いいですね。BB カラーの方にはこういった先ほど言ったオーロラレッツさんのキラキラフックをつけてます。それでは水中姿勢見せて、ダバーン。良さそうですね。こちらは先ほど説明したラバフをつけました。こちらの2つにはもしかしたらオーロラレッツさんのキラキラフックをつけてみようかと思ってます。今はこのままでいきます。それではウェイトも入ってないんですけども、
羽をついた状態で水中姿勢を見てみたいと思います。あ、軽すぎですね。こちらのタングステンの8分の1ですね、 3.5g 程度を一度つけてみたいと思います。こんな感じで 3.5g をマスキングテープで仮止めしてます。ガン、こんな感じで最初は行ってみましょうか。こちらのジョイントなしの分はこの先ほど説明したラバフをつけて、そして今はこちらには何もつけてない状態です。で、ウェイトの方が一応16分の3オンスで様子を見てみたいと思います。それでは水中姿勢見せて。こんな感じですね。よくわからないんでこれで行ってみましょうか。そしてまたスイミングテストでダメだったら追加でウェイトを入れてみたいと思います。それではだいたいこの辺の位置にそれぞれウェイトを埋め込みます。こんな感じでウェイトを埋めたのでパテが乾くのを待ちたいと思います。パテも乾いたので整えて、その上からこちらタミヤのプラスチックモデル用のセメダインでコーティングしました。フックをつけてもう一度水中姿勢を見てみたいと思います。それではフックも取り付けれたのでダバーン、こんな感じですね。それではあなたもダバーン、こんな感じの水中姿勢です。それでは次の休みに野池でぷかぷかさせてあげたいと思います。今回はここまでです。ご視聴おおきに。